ウインナーの大きさ、どんな大きさが好き？かけかけコッピー！あったあった、エイカティです。皆様、こんにちは。なんじゃこれねえ、でかい。あのでかいってそういう下ネタとかそういう意味じゃなくて、もうタワーじゃん、タワー。本日はウインナー100人前わかんない、100人前かどうかもわかんない、1人前1本と換算してウインナー100人前食べれるわけないだろうが皆様、私がこういう大盛りのご飯を用意して食べなかった時どうしてると思いますか？答えはですね、後日に食べる予想ついてたって。そうですか、ごめんなさい。ウィンナーってさ、別に後日食べても美味しいじゃん。絶対にチンとかしてもいいしさ、なんかどうせのことなら全部焼いちゃおうっていうことで全部焼きました。家にあるウィンナーというウィンナー全部焼きました。それで今日はあんたたちと誰にも言えない秘密のエピソードを話しながら、このウィンナー100人前を食べていこうと思います。でも私、お腹いっぱいお腹空いてたんだよ。空いてたんだけど、好きすぎてさ、なんかちょっと食べたらお腹いっぱいになっちゃって。まず食べていきますね。いただきまーす。わー、美味しそう。いただきます。ウインナーの大きさ、どんな大きさが好き？下ネタとかじゃなくて、ちっちゃいか大きいか、どっちが好きかって聞いたの。うちはちな、大きすぎず、ちっちゃすぎないやつ。食べ物の話です。あの、真ん中にテロップ出してください。米印、食べ物の話です。ポークピッツはあんま好きじゃなくて、なんでかって言ったら、あの、食べてる感じがしない。このお口に入れた時に、なんだろう？感じない。私好きなのはパリッとした食感が好きなの。私が大好きなのはシャウのウェッセンなんですね。これね、このぐらいのサイズ。一回リスニングオーケー、いきます。わお、わかる？このパレ、グッドボイスです。そして皆様、大きいウインナーさんは加えられたことあります？食べられたことありますか？私、ないんですけど、どんなお味なんだろう。このあのピンク色の肌の下、これちょっと食べていきます。あの、もう見せません、あなたたちには。ね、今日ダメかもしれない。皆さん、あの、YouTuber の人ならわかると思うんですけど、収益のマークって色があって、緑が収益化 OK、綺麗な動画です。赤がもう収益化あなたできませんよ、みたいな。ちな、私、基本的に緑なんですよ。たまに赤になるんですよ。赤が何かって言ったら、歌ってみたいな動画ですね。あと、オレンジマークっていうのは、あんたちょっとこれグレーゾーンだよ、みたいな、ちょっとなんか、アダルトかも、みたいな感じの動画。ちなみに、私、グレーゾーン一回だけある。ちょっとやらかしてしまった動画があって、どうやばいかって言ったら、大人なピーな感じなんですけども、何の動画か知りたい人はこちらです。初めてオレンジいただきました。ありがとうございます。なので今日この動画もオレンジになりそうな予感なんですけども、絶対にオレンジにしないでみんなで頑張っていきましょう。ということで、水を飲んで冷静になります。あー、溢れてきた。じゃあ、あんたたちからのいただいた誰にも言えない秘密のエピソード読んでいこうと思います。の頃、花火大会でナンパされた40過ぎのおじさんとワンナイト。
あんたすごいね。あんたおじいけちゃうタイプだ。それがもしかして断れなかったパターン、どっちなのかわかんないけれども、どっちもすげえ。赤ちゃんの時ママのおっぱいと間違えておばあちゃんのおっぱいを飲んでいたこと。おばあちゃんミルク出ねえだろ。トイレ間に合わなくってゴミ箱に尿を足した。いや、うん、うちもあるそれ。私はゴミ箱ではなく電車のです。やばい。小さい時亀の産卵シーンを見て楽しんでた。ねえ、亀の産卵シーンバカにしないでもらって。あんたさ、自分の産卵シーン見てさ爆笑されてたらどんな気持ちになる？笑うなよ。実は右足の小指が一番の性感帯です。え、すごいマニアックだね。今度触らせて。お風呂に入るとき、YouTuber ごっこしてる。お風呂の中で YouTube 撮ってる YouTuber っていなくない？はーい、じゃあシャンプーしていきます。次は体を洗っていきます。見たことある？そんな YouTube。 おっに依存症なこと直したい。いいんじゃない？あんたはさ、もうそのまま炎のまま生きちゃいなよ。まあ人間ってものは理性があってこそ人間って言われてるんだけれども、それもあんたの個性だよってうちは思うけどな。コッティちゃんの全部の動画が好きなこと。内緒にするな。誰かに言え。誰でも言えないじゃない。誰かに言え。お願いします。寝ている彼女に自分のおっぽを食べさせていたこと。最低。それさ、でも彼女起きてんじゃない？起きててさ、もうまただこいつ、ネタ売りしとこう。じゃさ、思ってんじゃない？清楚系を演じていること。いけ、怖いわこの女。やっぱりね、センスケアっていうものは一番恐ろしいんだよ。センスケア一番腹黒いからね。あんたみたいな女がいるからだよ。だからね、ギャルになりなさいよ。あ、よだれ出た。チャンネル登録知ってね。あ、目かゆい、どうしよう。あ、目かゆいな。はい、ということで今日は誰にも言わない秘密のお話を話しながら、こちらのウインナー100人前を食べていきました。何本食べた？5本ぐらい。やばい、全然食べてないじゃん。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとう。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントを毎日読んでコメントもお願いします。チャンネル。元彼100人。